やってまいりました。動画の中で原宿メモリアル番外編おネタ集、ヨシンさんの番です。ちょうど1年前にこの道を通った夜、ラブ、ミカ、ジョージさん、よろしくお願いします。よろしく。さあ、制限時間3分でいきますよ。はい、こんな給食ね、学校給食とかあります。こんな給食は嫌だ。さあ参ります。スタート。ちょうど1年前にこの道を通ったより、昨日のことのように今はっきりと思い出す。大雪が降ったせいで車は長い列さ、どこまでも続く。はい、月水金がカレーそば、カレーライス、カレーうどん、カレー尽くしですね。まあカレー好きの人にはいいんでしょうけど、毎週これだと飽きますよね。プールケーなんとかが綺麗で、サイドシートの君は、はい、牛乳が一肌、ああ、豆乳です。まるで子供のように、お手に浮かべたまま眠れる森の少女、ゆすって起こした俺を恨めしそうに睨んで、俺の手を握り返し、はい、いつも一食分足りないかわいそうな渡辺くん。愛用順だから。愛用順、あ、なるほどね。一番最後の渡辺くんはいつも食べられない、牛乳が一瓶足りないみたいなね。眠れぬ森の少女。さあ、どうぞどうぞ、ちょっとワンフレーズ歌わせていただきましたが、こんな給食は嫌だ。さあ、残り1分です。はい、冷凍みかんがカッチンコッチン。え、硬すぎて食えねえよ。ああ、なるほどなるほど、回答されてなかったと。さあ、こんな給食はいいやと。まあ給食ね、まあね、こうなると僕給食食べたいですけどね、本当にお弁当とか食べたい。毎日食に悩まされております。こんな給食は嫌だ、おかわりしたい。はい、ラーメンが伸びすぎて食ってられねえよ。まあよくある話ですけどね、そういうのね、冷めちゃってるとかね。給食、残り10秒でございます。はい、先生が吠える。はい、さあ最後のネタですよ。もう、はい、3分過ぎてますから、実はね。さあ、こんな給食を得た。さあ、最後、予定さん決めていただきましょう。まあね、給食。給食か。食を賜るから給食なんですね。はい。あらら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 ら。ララランラランララランラランララランララン。はい、クラスみんなで食中毒、先生は元気、先生何したんですかね。はい、終了。